はい、こんにちは、ひろきです。今回から新しいマシンを制作していきますが、合わせてオープニング映像も一新しまして、皆様から応募いただいたマシンも使用させていただきました。応募いただきありがとうございます。それで一発目のオープニングということで、勝手ながら表彰もしましたので、表彰の結果も気にしながら今回の動画をご覧ください。一瞬ですよ。今月のジャパンカップの参加予定なしということで、今回からはスーパー2シャーシのマシンを作っていきたいと思います。これもらい物なんだけど、500円ってずいぶん安いよね。今回何から作っていくかというと、タイヤから製作していきたいと思います。タイヤから作るっていうと、はい、タイヤの完成です。ってことじゃなくて、今あるタイヤ径をさらに小さくしていく加工をしていきたいと思います。そしたら、じゃあタイヤ径小さいものを使えばいいじゃんって思うかもしれませんが、そこはちょっと色味の兼ね合いもあるので、タイヤ径を小さくすることのメリットとしては、マシンの重心を下げることでより安定した走行ができます。俗に言うダウンフォースってやつかな。それで今回31ミリ径のバレルタイヤが付属されていましたが、これの地上高というのが、はい、3ミリより全然高いです。仮にホイールだけにしてみると、3ミリのスポンジ、あ、でも通るか。はい、それでも先ほどより随分と差があるのがわかるかと思います。ということで今回のタイヤ径、はい、およそ25ミリ径のタイヤを目指して作っていきたいと思います。今回加工するタイヤは緑のバレルタイヤと、あとはローフリクションマルーンタイヤと、スーパーハードをハーフタイヤにしていこうと思います。あれ、なんかスカスカする。まず下準備として、1.8 ミリ径のドリル、こちらをホイールの穴に通して貫通させていきます。はい、そしたら72ミリのシャフトを通します。そうしましたら、これをワークマシンにセット、なるべく高回転高トルクのセッティングにしましょう。そしてタイヤが回転するところにデザインナイフを横から当てることで、切り込みを入れた後、縦にナイフを入れて輪ゴム状に切っていきます。っていうのを簡単に説明するんですけど、本当に難しい改造ですので、ひとまずやってみせようか。あ、バレルタイヤって難しいな。はい、ご覧の通りに切れるかと思います。それではこの手順でひたすらやっていきましょう。
タイヤをこれだけ削ったところで、これでだいたい 25.3mm、 ここまで来ましたので、あとはヤスリで整えていきます。だいたい 25mm になったところで、最後これを半分にカット。あ、切れてない。せーの、あーし。はい、これでハーフタイヤ完成です。さあどれだ。ここまでの手順を残りのタイヤでもやっていきましょう。なんでもパーツクリーナーに漬け込むとタイヤが少し縮むらしい。はい、ということでできました。ハーフタイヤをホイールにはめていくわけなんですが、縮んだかな。あ、ハードタイヤが結構縮んでる。あ、入るかな。あ、入った入った。はい、このようなツートーンカラーができましたら、最後にもう一度タイヤ径を確認してヤスリで仕上げていきます。タイヤ少し汚くなっちゃったかな。おいしょ。まあダミータイヤだったら裏返しちゃえばいいよね。では最後、タイヤ4点設置になっているかを確認しましたら、これでタイヤ加工完了です。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。